配すれば。のご用事で赤坂の方にお越しでござります。おてな、せっかく立ち帰ったものをご不在じゃ。お帰りにはよほど間があるだろうか。今の先を入れ遊ばしたばかりでござります。じゃあ、おわねえ様はいかがじゃ。事情の尺で女子なってでござります。ああ、せっかく立ち帰ったにご不在やらご了解。どうら、しばらくお兄様のお帰りを待たしてもらおう。玄蔵様、頭に何が乗っております。これか。ほら、ちょっとまじないじゃが、とがめられちゃつけてもおけまい。かごで結んだ傘の台紐をほどいてあかんがっぱ。下
神官横にザラザラと投げ捨てて、僕に片手にタコ魚、奥の人間に取られて、何が不愛の床の前、並べ立てたる酒さかな、もう兄上がお帰りか、今やと声が聞こえるかと、待てばほどなく消えてゆく、梅雨の日足の一早く、光も乗って薄くなりぬる山本へ帰るから、その声さえも胸に変わりて哀れなり、身につまされた現像はむくむくと起き上がり、お杉、お兄様の門徒を貸してくれ。どうなされます？結構な雪見酒を兄上と存じいただいていくのじゃ。しばらくお待ち遊ばせっと。お前入りを貴様へ話して、やがて持ち来るご門徒。栗花池の広くに蛇中頃をかけ流し、兄が秘蔵の草にの湯のみ酒なんなんとついでこぼるるありさまに、もうほどいてたこざかな備えて前に手をつかんへ、お兄様、結構な雪見酒お星遊ばして現像へお流れ出しおかれまするよ。はは、かたじけのご存じます。投資いただいたお湯のみの酒に向かえど、腕はさらず、酔えるはまことに肉ばかり。